やっと静かになった。いや、飛行機の音を山で聞くとね、なんか頭痛くなってきますね。いや、このね、静けさとのコントラストがすごいですからね。このシーンとしたね、この純白の、ね、音の空間にね、グワーっていうね、本当にね、汚れたね、ダークグレー、そういったものを流し込まれるからね、本当に頭痛くなりますよね。正面になんか広場みたいなの見えてきましたね。これ確かね、矢櫃峠バス停から上がってくると最初に出る広場ですんで、いや、これはもうほとんど着きましたね。いや、ほんと明るい時間に降りると全然ね、っていうか初めて降りたんですがね、いや、景色違いますね。この前までこの正面柵が張ってあってね、入れなかったんですが、今は行けますね。あ、ビールの上り立て看板ですか、置いてありますね。で、このね、道、こっちを、ね、ずっとね、下っていくと美濃毛ってとこに出るんですよ。そっからの方がね、バスの本数は多いんですけどね、まあ 3.4 キロ、これ下ってっても1時間半くらいで着くと思うんですが、ちょっとね、もう明るさがなんなんで、今日はね、バス、宮城峠からバスで行きましょう。すげえのできたなあ、これは。いや、こんな洒落たもんができたとはね。確かね、サイクリストのためのなんかこういうカフェっていうかね、そんな感じの店なんですよね。まあ、サイクリストってだけってわけではないですけど、いや、これは本当に登山の人でも使えますよ。そりゃそうです。ほほう、これはいいね。お、もうバス来てますね。いや、これは乗ってっちゃうか。あ、でもその前にね、ちょっと一つ買いたいものがあるんですよね。矢櫃峠の道を抜けました。バスは待ってます。こういう感じになるんだね。あそこの食堂、いや、なかなかなもんです。で、時間はどうなんだろう。15時23分、まだ発車まで10分ほどありますね。じゃあ買ってきましょう。矢櫃峠って言ったらね、この売店、そして自販機ですよ。この自販機にね、ここだけのものが入ってんすよ。これです、丹沢サイダー。飲んでる時間はないんでね、買って帰りましょう。これはうちで楽しまさせていただきます。今日はまだやってるようですね。まあ、最終バスが16時半過ぎですからね。お、みかん3個100円、なかなかなもんですね。さあ、バス乗りましょう。時間ここに書いてありますがね、こういうわけなんですよ。15時39分、これが今止まってるやつですね。こうやってね、平日の方が少なくて土休日の方が多いんですよ。やはり登山需要ですね。さあ、乗りましょう。あんまり乗ってないな、これ助かる。
いかがでしたでしょうか。今日は2021年秋の大山行ってみました。もみじね、大山寺のあたりはね本当に見事でしたけどね、上がれば上がるほどどん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 少なくなっていって、大山のてっぺんもうね葉が全部落ちてみんな枝になっちゃってましたね。いやもうねあれ1200メートルですからね、てっぺんの方、1000メートル超えの山っていうのは季節早いですね。もう霜柱でしたからね、もう冬ですねあそこはね。いやそれにしてもね、ほんと人ですね。いやーもうシーズンですからね、もうこれはしょうがないですね。まあでもね、こういうのもね一つの楽しみっていうかね、まあ、経験ですよ。でまあ山頂からね、もう今度はねこの板積みをね矢部峠に行ったわけですがね、いやーやっぱりやっとね山に来たって感じがしてほっとしますね。やっぱ下りの世界、そういつも登ってばかりなので下りはねやっぱり世界が違いますね。まあね、今日はね、おおむね予定通り終わりました。見込みだとね、あと1時間遅くね、こう帰ってくる予定だったんですが、まあ1時間早く終わりました。まあ物事はね、前倒し前倒し、それが一番です。で、ここまで無事にやってこられました。で、ここから家まで無事に帰れるか、っていうか帰らなきゃいけません。ノンダックレイでした。